ファイナルファイトは1989年12月14日にカプコンからアーケードゲームとして発売されたベルトスクロールアクションゲーム。様々な家庭用機種にて移植及びリメイクされた上に数作の続編が作られてシリーズ化した。第4回ゲームスト対賞にて対賞1位を獲得ゲームストムックザベストゲームの人気投票では2位を獲得。 ゲームストムック、ザ・ベストゲーム2の人気投票では30位を獲得。同志のコメントでは、横スクロールアクションの代名詞的作品とされている。ファイナルファイトシリーズの一作目である。略称は FF。本作の時代設定は1989年。大西洋に面した、都市、メトロシティを牛耳る巨大な犯罪集団、マッドギアに、娘、ジェシカをさらわれた。 市長、ハガーと彼女の恋人、コーディー、そして彼の友人、ガイは、囚われの彼女を救出するため、マッドギアに戦いを挑む。プレイヤーは、上記キャラクター、ハガー、コーディー、ガイの3人から1人を選択し、街中から現れる敵キャラクターを倒していく。2人同時プレイも可能。プレイヤーの基本攻撃は、パンチやキック、投げに加えて、 各人に一種類用意された必殺技。道中には強力な攻撃アイテムや回復アイテムなどが落ちているので、これらを上手に使うことがゲームクリアの上では重要となる。ゲーム本編のレイアウトは常に横向きだが、プレイヤーは上下左右に自由に移動できる。体力は画面上にゲージで表示される。難易度は高いが、 単純で爽快な内容とテクニックを覚えるという理に進められるバランスの良さがヒットを博した。ベルトスクロールアクションゲームというジャンルは先にテクノスジャパンが発売していた熱血紅白二億くん及びダブルドラゴンが元祖であるがこの種のゲームの知名度を一気に知れ渡らせたのは本作であり後に対戦型格闘ゲームが流星するまでは シューティングゲームと並んでアーケードゲームの定番であった。本作がリリースされてからしばらくの間続いた人気絶頂期にはゲームの高難易度ゆえに発生したいわゆるレンコインと呼ばれる行為がゲームセンターで問題となったこともあった。シリーズの全世界累計販売本数は320万本。8方向1レバープラス2ボタンで操作。 レバーで8方向に移動する。A ボタンで攻撃。連打で連続技を出す。B ボタンでジャンプ。ジャンプ中も攻撃可能で、普通は飛び蹴りを出し、レバー下入力をしながら攻撃すると、他の技に変化する。攻撃は、プレイヤー同士でも当たってしまい、わずかにダメージを受ける。敵を投げるときも同じで、注意しなければ巻き込んだり巻き込まれてしまう。 A ボタン B ボタン同時押しで必殺技。一定時間無敵になって、周りを攻撃できるが、必殺技が、敵にヒットした際に体力を微量に消費する。攻撃を受けてのけぞっている間に出せる、唯一の技であるため、攻撃というよりは緊急回避に近い。実際は同時に押すより、一方のボタンを押しながら、もう一方のボタンを押す方が成功しやすい。 相手に接触すると、相手を掴むことができる。掴んで、レバーニュートラルのまま A ボタンで3回まで掴み攻撃。レバーを倒して、A ボタンでその方向に投げる。投げた方向に敵がいる場合、その敵もダメージを受けてダウンする。敵の中にもこちらを掴もうとするキャラクターがおり、掴まれたり倒れたりした時は、レバガチャやボタン連打で早く脱出、復帰できる。 落ちているアイテムは A ボタンで拾う。アイテムは特典アイテム、回復アイテム、武器アイテムの3種類がある。一部の家庭用では1アップや一定時間無敵などの特殊アイテムが存在する。武器アイテムを拾った後は A ボタンで武器を利用した攻撃を繰り出す。武器アイテムは一度でも敵の攻撃を受けると落としてしまい、落とした武器アイテムは大抵消えてしまう。また、 面の代わり目に到達すると、自動的に武器アイテムを手放してしまう。逆に言うと、投げることができるナイフ以外の武器は、自分から手放すことができない。武器での攻撃は、パンチなどの通常攻撃に比べると、隙はあるが、攻撃力が、やや高く、リーチも長いほか、当てると必ず相手のダウンを奪えるため、大量の敵を相手にするとき有効である。ラウンド中にある。 ドラム缶、ゴミ箱、木箱、損、タイヤ、電話ボックス、看板、転がる、ドラム缶などの障害物を破壊すると出現する。柱などの背景に隠されているものもある。英語版では、日本版から様々な変更点が存在する。以下に列挙する。広大なアメリカ大陸では、人々の様々な思惑が渦巻いている。大西洋に面した、超犯罪都市。 メトロシティでは、平和も秩序もなく、暴力と死が支配していた。それは、巨大な暴力集団、マッドギアが、悪の限りを尽くしていたからである。しかし、正義感あふれる男、マイク・ハガーが市長に就任し、マッドギアに対し、徹底的な攻撃を加えた。その時から、市長と組織との過激な戦いは火蓋を切った。 マッドギアの勢いが弱まったかのように見えたが、彼らは最も卑劣な手段で報復を開始した。市長の娘であるジェシカを誘拐し、人質とした上で警察に手を引かせるよう、脅迫してきたのである。怒りを爆発させたハガーは一人の、ストリートファイターとして、また、ジェシカの恋人であるコーディーと、その友人である忍術の達人街は、それぞれ、マッドギアに立ち向かうこととなる。 三人は、マッドギアを壊滅し、ジェシカを救出するために行動を開始した。プレイヤーキャラクター二人で協力してのプレイも可能で、その場合この三人から二人を選んで、ゲームを進める。キャラクターの詳細については、当該項目を参照。ノンプレイヤーキャラクターザコ、キャラクターボスキャラクターボスキャラクターの注意すべき、共通点は、ダウンさせた後の起き上がりから、 わずかの間は無敵という点である。もともとはアメリカで大ヒットした対戦型格闘ゲームストリートファイターの続編をカプコン USA から要望されて日本におけるベルトスクロールアクションゲームの傑作であるダブルドラゴンの影響を受けて制作された。当初はストリートファイター89という仮タイトルで開発が進められていたが タイトルが発表された際、国内外から、これは、ストリートファイターとは違う、という声が寄せられ、最終的に、ファイナルファイトという別作品として発売された。なお、ストリートファイターの続編は、1991年に、ストリートファイター2として発売された。世界的なロムの高騰によりロムの容量を節約する。 必要があることに加え、ロストワールドで、ステージごとに異なる敵キャラクターを用意して、初見殺しを誘発したことへの反省から、本作の開発にあたっては、大きなキャラクターを用意して、インパクトを出したり、キャラクターの動きをパターン化する方針が取られた。例えば、プレイヤーキャラクター3人のパターンは上半身と下半身に分けて作られ、 このうちハガーは上半身のパターンがほとんど用意されなかった。また、敵キャラクターのうち、アビゲールは、アンドレのキャラクターグラフィックを流用して作られた。もう一人の企画者である、西谷良は、ゲーム文化保存研究所とのインタビューの中で、ロストワールドよりも少ない容量で開発を命じられた。 サイは安田らががっかりしていたと振り返り、容量削減の観点から敵の噛んだガムを回復手段として利用しようとしたサイはプログラマーに嫌そうな顔をされたと話している。エンディングの演出は本編で容量節約に努めた結果十分なロムの容量が残されていたことからあのような形になった。コンティニュー画面で主人公に ダイナマイトがくくりつけられる演出は、ワイルドファングや、忍者流剣伝といった、他社作品からの影響を受けて作られた。本作の企画者の一人である、安田明は、カプコン公式ウェブサイト内の、シャドル格闘家研究所にて、当時の社長である、辻本健造の方針により、ストリート・オブ・ファイヤーや、ストリート・ファイターといった、 映画作品を元にセッティングしたことを明らかにしている。また、安田は、通訳からの勧めで、当時の世界情勢についても研究し、セッティングに役立てたと話している。本作のプレイヤーキャラクターのうち、ガイを忍者として設定した理由について、開発チームは、当時のカプコンの方針や他社作品で忍者が、登場しやすい傾向を上げている。 もう一人のプレイヤーキャラクターであるマイク・ハガーは、レ・ミゼラブルの後半に市長として登場するじゃん。バルジャンや、ニューヨークを舞台とした漫画、マッド・ブル34をもとに設定された。三人目のプレイヤーキャラクターであるコーディのキャラクターデザインとパターン画は、開発チーム内で立候補した人物が手掛けた。デザイナーが、コーディのパターン画を作成した際、 歩く際に肩がぶれてしまったため、デザイナーの同期の人物の協力の末、コーディの外見はデザイナーに近いものとなった。本作の敵組織であるマッドギアは、開発チームが本作よりも前に手掛けていた同名のゲーム作品にちなんで名付けられた。また、敵キャラクターのうち、ワンフーは、ティファニーで朝食を、に登場するユニオシをヒントに設定された。 その羊から、ストリートファイターと世界観の共有が設定されており、後に、本作のキャラクターは、敵味方含め、ストリートファイター0シリーズをはじめとする他の、ストリートファイターシリーズにも登場している。人気キャラクターであるマイク・ハガーは、ストリートファイターシリーズでは、プレイアブルキャラクターとしての登場はないが、他シリーズの、マッスル・ボマーには、マイク、マッチョ。 ハガーの、リングネームで登場している。現在、商標などのすべての知的所有権は、カプコン USA が保持している。本作の作曲家チームのうち、下村洋子は、コンシューマー担当で、他のタイトルのヘルプとして参加していた人物であり、ゲーム後半で使われている楽曲は、下村がもともと、ロケテスト用に作曲したものである。 アイルランドのスラッシュメタルバンドであるガマボムが発表したアルバムシチズンブレインの中の収録曲ファイナルファイトの歌詞は当該ゲームを題材としている。ありがとうございます。